チャーボクゲームスウラプリ2021動画で、これで今回はですね、J リーグアルビレックス新潟所属本間紫耀選手にやっていきたいと思います。個人的に現在大注目で、ずっとねメンションした方選手なんですけど、ドリブルがですねやっぱり縦の仕掛ける推進力、突破力、そのねアイデアだったり、ドリブルのコース動だったり、状況判断、全てにおいてねかなり高水準の選手なので、パス能力も高くね、アシストとかも狙える。正直腕の決定力80後半ぐらいあってもねいいぐらいのやっぱ決める力というか、現実のところ新潟でね発揮してますよね。個人的にはやっぱずっと使いたかった選手で、瞬発力91、突破のところでねしっかりやってくれる選手、ドリブルスキルがね豊富シザーザバチ、ジグラタン、軸足当て、アシュルコントを持ってて、今回ミドル、スルーパス、シュート系にパス系を持ってですね、プレーの質がねかなり高い選手なんで、今回ね、ドリブル突破から得点のを狙ったりね、アシストもガンガンね本間選手に狙っていけたと思います。早速アルビレックス新潟本間選手名刺いきましょう。新潟の宝石本間選手いきましょう。絶好調。ドリブルのパターンはねやっぱり縦、いやーいい抜け出し、さあこれ決めたい。このキレ抜群、おーポストメッシ、ここはこぼれたメッシ、キレ抜群もし、このキレ抜群、ドリブルキレッキレだね。自分で決めれば完璧でしたけど、しっかりとポストに当たったところを、さあスタブルタッチ、キックフェイント、オッケー、ナイスドリブル、細かい。アルビレックス新潟の宝石がね、いやーそこでやっぱ決めきっちゃうもんね。オッケー、2対0、ナイス2得点。まずはねやっぱここのドリブル、ここでね軸裏使ってからのポストに当たって、これ決めたかったですけどね、ただメッシがこぼれ球しっかり押し込んでいくと、あとまた面白いです。いきましょう、本間紫耀グアリテーザカーチャー、ボールを失わないね判断力、味方との連携の部分、おおメッシ部分、おおメッシ部分、おおメッシのなんかうわターンがしびれるね、ナイスシャー、インパクト抜群、本間選手のターンがしびれるーですね、しびれるーですね。いやあれマジで、しかもシュートもねやっぱインパクトあるよね、さすがミドルシュート持ってるんで、上げてきそう、怖いよー、ロナウドのもうダイビングヘッド張りの、怖かったね今の、あれなんか入りそうな気したもんね。いいとこ縦シザース、うわーそこ阻まれる、でこのパスで仕掛ける、間抜く、うわまだまだある、まだあるよ、コントロールカーブ、ガーバク粘りに粘ったんですけどね、これがね通るんですよね、アーノルドのとこ、ちょっとちょっとナイスキーパー、エッグでもいいよ、オッケー、落ち着いてますねこれ、うわそういやキーパーマジあれ完璧じゃね、いや勝ち方だけで 1-1 ということでね、引き分けのところには終わりましたけどね、キーパーのねチェフの神切りだったの見れたんでね、すごい良かったかな。お次はワイト、ここからは STQ でより得点を狙っていきたいと思います。本間紫耀選手らしさをねガンガン出していきたい。応援裏熱いな、デルピアやめて、デルピアやめて、いやーいいキレがやばいっすねマジで、鳥の本間紫耀に当てて、キックフェイント、ワンツー三角形のぞきた、あもうその裏押さえない押さえない押さえない、これは迷うけどキック速球いこうかな、行ってよしこ、うんよし無理よー、いやー内棒、これが本間じゃん、パスもできちゃうからねやっぱり強いですよね、逆転成功と、いやーナイスタッチ、トラップスルーみたいに出たね、ほんましよーほんましよー。オッケー、3対2。 いやー、逆転勝利、しびれましたね。トラップスルーからのスペース走ってね、もうアディショナルタイムですよ、これ。コントロールかそしてここのね、切り込み一瞬入れてから今回最高でしたね。まだまだいきましょう。全クオリティがね、高水準、ほんましゅん、絶好調、アルビレックス新潟、この試合も頼んだ。早速いい位置でもらっていく、これ見せたいね。フリーキックの精度決めちゃえ、おまし、おおおお、これが新潟の宝石です。いや、なんだあのパスやばくね、ほんましゅんのパス、あの、いや、ナイスタッチー。さあ、ほんましあんなキレッスキレキレキレ、ナイスタッチー。さあ、ほんましあんなキレッスキレ、いやー、しびれる、しびれちゃいますね、あれはもう。うわー、見せてくれ、あー、惜しい、見せてくれるね、ほんと。ほんまじゃん、2得点のところは最高の活躍。このね、ほんまじゃんのパスこれやばかったですね。もうセンス抜群パスと。さあ、ということで、お次ですね、RBX 新潟10番、ほんまじゃんラスト、じゃいきましょう。ラスト、ほんまじゃん、いいゴー、絶好調、最後も絶好調、ライブアップで A の威力が半端ないですね。さっきの試合がもう最高レベルの活躍度だったんでね、まあ頑張りたい、お願いいたします。ラッシュできそう。ここはライカールツ、僕たちみんなの仲間、ライカールツです。さあ、まあ本間シオンのね、やっぱドリブルのキレがいいですよね。チャンスメーカーでこういうとこ落ちてきて、まあ、ベッカムとかこういう中盤の選手を、お相手の選手を引き出してね、そこからの動きとかもいいんで、かなりスマートを抜いて、ビエラのダブル立ちからホンマシアン、ポスティー、ポスティーですね。ここがね、きついですね、これ。わー、シュフース、くわー、あのゴール決まってればなーといったところですね。ほんましおん、左足メイドルマーク、すぐさま追いつく新潟の宝石のゴール。軸足当て、縦のキックフェイント、あー、惜しい惜しい。いや、フォルランやめてくれー、ナイボー。そして自らももらって、フリットへのこのパス、うわー、惜しい。さあ、本間シオン、お、フリーだったらこのパスをグライフへの、落ち着いてきます、ここで。さあ、アシスト、ここで追いつく本間シオン、フリットへのパス、いや絶妙なんだよね、この辺も。いやー、いい抜き出しだな、マジですごい、デッドヒートしてる、ここ。大悟ダイレクト、ほんましゅん決めて終わりで、うおっ、蹴る瞬間のところで、これはお相手割りませんかな。いや、お相手が全然勝ちですね、ほんましゅんの。まあいろんなプレーね、アシストに、まあ、ドリブル、シュートのところ、前半ね、2枚抜きからビエラとセンターバックのところ抜いたとこも惜しかったからね、ドリブルのキレ、決定力、パスの精度、すべてのプレーでね、高水準ですね、判断力とかも高いからね。今回は RBX 新潟所属、本間シオン選手、名勝でした。またね、いろいろ使って試合の方やっていこうと思うんでね、ぜひ皆さん遊びに来てください。めちゃくちゃ楽しかったね。またショーストのバブン。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクープレープロー。